クリーティス・リロイ・ボイヤーは、アメリカ合衆国ミズーリ州、バリー郡アルバ出身の元プロ野球選手、コーチ。フランス系アメリカ人。父は、フランス人で、母は、ドイツ人。両親はアメリカに渡って、ミズーリ州、バリー郡アルバという人口500人ほどの小さな町に住み着き、苦しい暮らしの中で、男6人、女7人の13人の子供を設けた。後に、 男兄弟は6人全員がプロ野球選手となっており、そのうち長兄の黒井戸と次系のケン、4、男クリートの3人がメジャーリーガーである。長男の黒井戸はヤンキースで通算26勝を挙げた投手で、次男のケンはカージナルスの花形三塁手であった。なお三男、レン、イツオロン、ムツオボブは 3A 級でプレーしている。ボイヤーは13人兄弟の4、 男として生まれ、電気も、月水道もない、小さな家で育った。ボイヤーの父は、野球が大好きで、子供たちが野球をして遊んでいると、いつもそれをニコニコして見ていたという。アルパミズーリー高等学校卒業後、ジャッキー・ロビンソンやミッキー・マントルを見出した伝説的なスカウトのグリーンウェイドに見出され、1955年5月31日に、 カンザスシティアスレチックスと契約。その資質はずば抜けていたため、マイナーリーグを経験せずにメジャーデビューを果たす。マイナーを経ずにいきなり、メジャーデビュー。高校卒業5日後の6月5日のレッドソックス戦にイーノススローターの代走で初出場。ボイヤーが引っ込んだ後、リリーフとして打順に入ったのは、長系のクロイドであった。同14日のレッドソックス戦では、 フランク・サリバンから18歳にして初アンダーを放ち、2打数にアンダーを記録。1957年シーズン途中にニューヨーク・ヤンキースへ移籍。1958年はマイナーで過ごしたが、1959年にメジャー昇格を果たす。1960年からショーゾール一種に定着し、同年から1964年にかけてアメリカンリーグ5連覇。 1961年、1962年の連続世界一に貢献。1961年のレッツとのワールドシリーズ第一戦では、再三にわたって、試合の流れを変えるファインプレーを披露し、この試合の主君者として、スポットライトを浴びた。カージナルスとの対決となった1964年のワールドシリーズでは、次男のケントの顔合わせが実現。 兄弟シリーズとして話題になった。シリーズ最終戦ではクリートが先制本塁打を打つと最終回には兄のケンが逆転サヨナラ満塁本塁打を放ちファンを熱狂させた。1967年アトランタブレーブスに移籍。1969年にはナショナルリーグのゴールドグラブ賞を獲得している。1971年クリートは アトランタ・ブレイブスは満足なコーチが一人もいないと、通列にフロントを批判したが、これによって、首脳陣からトラブルメーカーとみなされることになった。その上、ゼネラルマネージャーのポール・リチャーズとは、起用法と年俸をめぐって、感情的に対立し、トレードに出してくれと直訴して、自由契約になったものの、ブレイブスはクリートに興味を示したメジャータ球団との契約を阻害した。 1971年途中からはアメリカ独立リーグのハワイアイランダースでプレーしたが1972年にはまだまだやれることをアメリカ中に見せてやりたいとオファーがあった太陽ホエールズへ入団年報がメジャー時代に稼いでいった日本円にして約2100万円から半分以下の900万円になっても日本でプレーすることを望んだロイヤーのひたむきな練習態度 ナインに溶け込むべく見せるユーモア、徹底した食事管理に選手や首脳陣はすぐに一目置くようになった。ジョンシッピニア打撃投資兼通訳の小賀秀彦と昼夜、問わず行動を共にし、小賀にモーニングコールを兼ねた朝の挨拶をしてもらい、試合中はベンチ内で隣り合い、終了後も小料理屋やバーなどに誘って一緒に酒を飲み明かしていたそうである。 内容では、シピン、米田・ダ・ケイサブロー松原・誠と十二球団プシの守備力を誇る内野陣を形成した。構築兼人となった1973年は、有効投票数65のうち長島・茂雄と、同票の25票で、1974年には、長島を退けて、三類主部門で、ダイヤモンドグラブ賞を受賞している。日米両方でこれを受賞したのはボイヤーが初めてで、 ある。1973年のダイヤモンドグラブ賞では、長島と同票、しかも、失策数は、長島の12個に対し、ボイヤーは14個であったが、長島が、グラブに触れずに、外野へ抜けた打球があったのに対し、守備範囲の広さを誇っていたボイヤーは、広範囲に、渡って打球に追いついたため結果として、公式記録員によって、失策と、判断されてしまうケースが多々あった。 同僚のシッピンは、この年の二類主部門で職人と呼ばれた、中日の高木森道を二十四票対二十三票で、振り切り二年連続ダイヤモンドグラブ賞を受賞しているが、この二人が組んだ併殺プレーは圧巻であった。膝をついたまま投げるボイヤーの送球を素早くキャッチした、シピンがスナップスローで、打者走者を一類で刺す流れるようなプレー、あるいはシートノック見たさに、足しげく、 川崎球場に通った野球通りも少なくなかったと言われている。ボイヤーは打球に対しては基本的にグラブで補給するのではない。グラブで打球を止めている感じ。こぼれても止めてさえすればスローイングを速くすることでアウトにできると考えており、グラブでがっちり取るというよりはグラブで一旦打球の勢いを削ぎ落とし、あとは正確なスローイングで刺した。 三塁線の球際に強く、補給から送球までも早かった。巨人の川上哲二監督曰く、グラブだけで、飯が食える選手で、ネット裏の目の超えたベテラン記者たちは、その華麗なグラブ裁きと、積極果敢な打球への対応に唸っていたものである。シーズンオフの契約公開では、年俸交渉を一切せず、 君らの評価通りの金額を書き込んでくれと言い残し、契約書の金額欄を白字のまま署名だけして帰国。また、戦力外になりかけていた高木雄一をチームに残すよう進言している。ボイヤーは対談時に自らの背番号を高木に譲ったほど目をかけていたが、高木は期待通り1977年から2年連続3割、20本塁打を記録、通算でも打率。 295、102本塁打を記録する高打者に成長した。ロイヤーは1975年には選手1000人に戻ったが、同年限りに現役を引退。引退後も対応に残って一軍内野守備コーチを務めたが、実質的にはヘッドコーチ格として、監督の秋山昇を補佐。夏以降は秋山に代わって、チームの采配を任され、攻撃、守備に関する、 最終的な権限を握るようになっていた。コーチとしては、巨人へのトレード話が持ち上がっていた、田代富夫一軍に抜擢。秋山監督の田代に対する評価は、入団して3年目、これ以上の伸びしろはないだろう。という、低いものだったが、ボイヤーは、田代は、近い将来クリーンアップを打てる打者だ。俺は来年彼を一軍に推薦する。と意見して、 トレードを止めさせた。またゴールデンルーキーとして期待されながら、プロの壁にぶつかっていた山下大輔を一流の遊撃手へ育て上げた。同年夏には、その指導力の高さから、次期監督候補にも名が上がっていたが、コーチの人選などで、ボイヤーの意見が通らず、対応球団初の外国人監督は実現は、しなかった。帰国後は古スブレイブスのマイナーリーグコーチを経て、 アスレチックス、ヤンキースでコーチを歴任。コーチ時代は、ビリー・マーチン、バック・ショー・ウォルターとコンビを組み、ヤンキース時代には、デレク・ジーターを育てた。主に3塁ベースコーチを務め、1994年には、監督に次ぐ、ナンバー2のダックアートコーチとなる。対談後の2000年からは、クーパーズ・ダウンに、レストラン、ボイヤーのハンバーガーの殿堂を出展。 メニューには、ヨギのスペシャルミートボールサブ、ミッキーマントルチーズバーガーデラックス、レジーベジーバーガー、ボビー・リーチャードソンチーズバーガー、ロジャー・マリスハンバーガーデラックス、ホワイティ・フォード・ブルーチーズバーガーなど、ヤンキースの様々な普及の名選手にちなんで、名付けられたサンドイッチと、ハンバーガーがあった。ボイヤーは、訪問者と、おしゃべりをしたり、写真や、その他の記念品に丁寧に署名したりするなど、 レストランでよく見かけた。2007年6月4日、脳内出血のため、ジョージア州アトランタ市内の病院で生去。満七十歳没。牛込ただ侍野球とスケットたち賛成同1993年。ありがとうございます。